長話をしている状況ではないな。最後の余興だ。幾ばくかの露払いはしてやろう。その後は貴様の戦いだ、アルテラ。自らの宿命に抗い無様に果てるがいい。俺から送る言葉はそれだけよ。おかしな男だな。冷酷だが世を楽しむ豊かさがあり、無慈悲だが過ちを笑い飛ばす広さがある。征服王といい、お前といい、古代の王は皆常識外れだ。私が敗れた理由もなんとなく分かったよ。ふん、俺とあの男を同列に扱うな。何しろ格付けはまだ済んでいないからな。では行くぞ、英霊アルテラ。別れの瞬間まで王の意向を目に焼き付けるがいい。この奥に三人目の奏者がいるのだな。アルキメデスよ、扉を破れぬか。お任せください神王、直ちにハッキングを仕掛けます。セイバーは我が本陣へ到達した。我がマスターに危険が迫っている。してやられたというわけか。それで石室はあとどれほど持つ？あまり猶予はないだろう。一刻も早く本陣を取り戻さねば。ようやく動じたかアルテラ。よかろう、この俺がセイバーめの首を取ろう。セクターはシールドされている。足止めか。アグレッサーを破壊すれば同期したシールドが解除される。急げ。追い詰められたな。敵のレジムマトリクスが完成してしまうぞ。止まらない。敗越せよ。やはりつまらん。消えよ。何をしている。我らのセクターが襲われているではないか。たまには本気を出すか。最低の時だ。500体撃破。通常のサーバントならそんなところで。天の鎖よ。喜べ、褒美だ。シールドが解除された。先を急いでくれ。防衛は成功だ。この俺が手ずから守ったのだから当然だがな。今石室の状況を把握した。あと6分で石室の扉が開いてしまう。急いでくれ。間に合ったか。そうでなくては困る。セクター制圧がシールド解除の鍵だ。頼む。最低の時だ。戦隊撃破か。頑張ったな。私にとっては小さな数値だが。たまには本気を出すか。やはりつまらぬ。冷めたぞ。取るに足らん領土だがな。制圧したか。よくやった。よし、シールド解除、先へ進め。時間が惜しい。ホームの会長をどうか。あまりは本気を出すか。
捨ておけ。制圧したか。よくやった。シールド解消、もう少しだ。急いでくれ。こしゃくな。さあ、最低の鳥だ。あっけ、オーガノスター。剣を仰げ。貴様らにはもったいないわ。制圧したか。よくやった。シールド解消。英雄を先へ進んでくれ。なんだ、アグレッサーめ、隠れているな。小うるさいプラントよ。よほど潰してほしいと見える。獲物どもだ。最低の時だ。ここまでの戦果を上げるとは、もう小さいなどと切り捨てられんの。ここも我が領土となったか。余興にはちょうどいい。極左へのポータルが開かれた。急げ、セイバーたちを。ようやくか。随分と手間取らせてくれたな、雑種。これでしまいか。あそ。こんなものでは。出番だ。起きよ、エア。
天の断りを知るがよい。死して敗せ。エヌマエイス。ね、読み違えたか。元奏者の力はこんなものではない。よもやここまでの強さとは。余も全力を出すのがあるまい。見事達成です、マスター。たまもか奏者よ。素晴らしい、お見事。始めましょう。素晴らしい、お見事です。戦いの気配を感じてきてみれば、やはりあなたでしたか、ギルガメッシュ。おお、なんという巡り合わせ。まさに驚天動地、天の采配よな、セーバー。何を言いたいのかまるで分かりません。あなたはここで倒れてください。隠さずとも言う、照れるではないか。さあ、我が両手に飛び込んでくる時だ。ミッション達成です。ミッション達成ですね。おめでとうございます。レガリアの力を引き出しても、無念です。勝負あったな、セイバー。この戦場で貴様に出くわすとは何たる機嫌。いや、もはやこれは運命に相違ない。見たところ、他のトップサーバントどもと同じくムーンセル直々に召喚されたようだが、残念だったな。貴様が優勢のかけらを切り払うことはない。アルテナとの決着はに任せておけばよい。貴様の命運は今ここに決する。待たせたな。その聖剣ともども我が軍門に下る時だ。いえ、この程度の傷で私が倒れるとでも。戦いはここからです、英雄王。全ては知りながら勝手気ままに振る舞うその暴挙、今こそ叩き切って。ギルガメッシュ、今あなたの手が黒く。ち、どうやら二人目がやってきたらしい。アルテラは物理的な破壊だったが、これは概念、魂の汚染を武器としたもの。月の裏側にいた影響がここで出るとはな。俺は貴様らより幾分早く悪性情報に汚染されるようだ。悪性情報？それは月の裏側に放棄された人間の悪そのものと聞きましたが。どこに行くのです、英雄王。まだ話は。許すがよい、騎士よ。先にやるべきことができた。貴様との決着はこの不埒者を処理してからよ。だが心しろよ、
次に出会う時は俺とてどうなっているかわからん。せいぜい迎撃の準備をしておくことだ。さて、現れたのは復讐の女神の原点か、あるいはその殻をかぶったものか。どちらでもよい。ベルバーの真実、一足先に見せてもらおうではないか。